中野真一入場です。2月12日後楽園ホールで天竜を激怒させた中野真一の発言はまさにヤングジェネレーション革命選手の象徴でありました。コンビ結成以来彼たちの求めたものは反抗でもなければクーデターでもありません。ただ単に強者に対して牙を剥いた格闘技者としての姿だったわけであります。リング内ご覧のように北原辰巳と中野真一。天竜花組は従来の難敵と若手の台頭という2つの大きな波の中で激戦を繰り広げてまいりました。思えば今大会はさまざまな思いの中各タッグチームが結成されエスタブレス初のタッグタイトルリーグ戦は形を変えて団体内の組織図にまで影響を与えた大会となりました。天竜花組はその急戦法北原中野組と大事なリーグ最終戦を迎えました。赤コーナー224番の北原辰巳。北原辰巳口前一文字。244番の中野真一。大きく深呼吸をした中野真一。赤コーナー243番の阿修羅原。ロスチームをいち早く脱ぎ去った阿修羅原。244番の天竜源一郎。もうすでに胸元には汗をかいている天竜源一郎。30分一本勝負昇竜激闘京都大会エスタブレスタッグリーグ戦その最終戦であります。中野真一北原辰巳組対天竜源一郎阿修羅原組。リング内では北原とそして阿修羅原左回りで1回転。赤コーナーを背に北原辰巳ファイティングスタイル蹴りを見舞っていこうというのかローキックを腹の左のちょうど膝もう1回蹴りを見せるのかゆっくりとしたフットワークでもう1回左回り今度はハイキックは空を切った。北原が腹に対して打撃技を今日は多く見舞っていくのか。原が今度はヘッドバット後ろ蹴り後ろ蹴りであります。北原はローキックを一発そしてハイキックもう一回今度はミドルキックを放っていく。それに対して一発の頭突きで返していった阿修羅原。ミドルキックは秋村今度は左のハイキック。さあ北原必要以上に左にフットワークを取っていく。首を掴んでロープに振ったのは北原。スイングしてショルダータックルは阿修羅原。もう一回ローキックを放っていった北原辰巳さん、はい、このエスタブレスタッグリーグ戦泣いても笑ってもこれが最終戦。勝ち点4の龍源砲原から天竜にスイッチ場内から拍手が生まれました。見どころ触れてください。まあ、この北原中野組がですね、はい、もうこのリーグも本当に台風の目になりましたね、はい、アイス大会でノンストップで突っ走ってた八幡組を大金星を挙げましたし、はい、ノンタイトル戦ですけど後楽園ホールで天竜原組で一緒にやりましたしね、はい、だから天竜原ももう向きになってますよ。で天竜なんかもう久しぶりにムカムカと燃えさせてくれたと、まあ、嬉しがある反面を怒ってますからね。いい試合になると思います。蹴りを多投している北原辰巳。青コーナーに捕まって天竜から原にスイッチ。原に対して必要以上にローキックから左のミドルキックもう1回ハイキック。ヤキさんこれだけ北原がですね、はい、序盤戦ゴングを吹いてまだ3分経っていないんですが、はい、これだけ蹴りを見舞っていくとですね、はい、後半のこのプロレスの組み立てというのはどうなるのかとちょっとスタミナのことについて心配するんですけれどもね。1月12日は後楽園ホールでこのカードは採決ありましたね、はい、あの時やはり天竜の後の試合後の話では、はい、北原最初やはりちょっと遠慮が違ったなと、はい、後半になってビンビン来ていいキックが入ってきたよと言ってたんですよね。なるほど。今日はもう遠慮もないのなしにもうその最初の初対決でもう完全に遠慮も何も飛んだという感じですね。なるほど。もしかしたらスタートからガンガンいってるんじゃないですか。まあそれに加えてですね菊池さん、はい、この中野とですね、はい、天竜が今揉み合っていますけれども、はいはい、まあ私入場の時にコメントをちょっとつけさせていただきましたが、はい、いわゆる中野のですね、はい、
天竜に対してのアピールが後楽園ホールでありましたね、はいはいはい。まあ、あの中野はですね、今まで僕もいい選手だけど強烈なキャラクターがないって言ってましたけど、はい、声切ってものすごく良くなってきましたね、はい。あの1月12日後楽園ホールではあの天竜が椅子持ったら多い天竜椅子なんか持たずに堂々と来いとマイクでアピールしましたし、はい。あの2月12日の後楽園ホール大会では石川振り組に勝ったんですけど、天竜を呼べと、天竜を俺たちにいつまでも俺たちに勝てると思ったら大間違いだぞ、天竜を呼べって言ったので天竜がもう控室から裸足で飛び出してきましたからね。でも乱闘やりましたけど、やっぱり中野にあれだけの迫力が出てくると面白くなりますよね。そうですよね、はい。我々ワウワウでもこの北原辰巳とそして中野真一を追いかけて、そしてまた必要以上に注目してきた甲斐があるという感じであります。一発重量級のパンチでかわしていった荒川天竜、天竜とこの中野真一、これは見ものであります。変わりっぱなの一発、スイングをつけて円錐をかましていった天竜源一郎。サッカーボールキックか、中野に対してショートスパンの蹴りを見舞っていく。サッカーボールキック、中野も燃えるぞ、天竜も燃える、がっちりとその中野のパンチを受けて天竜が逆水平を返していく。攻め込んでいるのは中野真一、中野が攻めているぞ。攻めてる時の中野の顔というのはもう今までにないいい顔してますよね。まあ今日はプレス関係の控え室でもこの中野真一の本当攻めている時の顔はいい顔だという絶賛の声もありました。ニールキックを放っていく、蹴りが2連発、中野真一、そして北原辰巳のニールキック。2月12日後楽園ホールで天竜を激怒させた中野発言、スープラトンでファンタスティックフリップか、いやどうだ、やりましたね、やりましたね、ファンタスティックフリップを払っていった中野真一が北原を掴んでファンタスティックフリップ。まあ、以前佐野が折原にこうタッグを組んだ時によく後楽園ホールで見せたファンタスティックフリップ、ジェネレーションヤングジェネレーション革命戦士。北原がもう一回足の原に対して蹴りを見舞っていくか、ヤキクさん、はい、北原がこうやって足の原に蹴りを見舞えば見舞うほどですね、はい、原も逆に戦いやすいっていうか、原にとってみればそれはもう燃える要因ですからね、はいはい。おーっと今立ち上がりましたね、右の顎あたりか、はいはいはい、右の顎あたりか、左の顎か、右の顎ですね。もう一回その右の顎に向けて蹴りを見舞っていく、凝視している足の原、ちょっとその目線は北原にとって怖い目線ではあります。内元に対して、内ももに対してローキックを、わもっと来いというところ、蹴りを見舞っているぞ北原辰巳。ヘッドバット一発、北原にとってこのヘッドバットは流れをぷっつり変えられてしまうのか。後頭部あたりヘッドバット4発、左の膝をついて捉えている北原辰巳。さあここでアシュラハラが抱えてブレンバスターか、ブレンバスターを放っていった後頭部を通打、北原辰巳背中にパンチを返していったアシュラハラ。原がちょっとさっきのですね、はい、ハイキックあたりで目覚めましたね、はい。あの1月1日の後楽園ホールの時もですね、最初の頃はキック遠慮してたんですけど、天竜が後半北原のいいクックチャットにグラってきてって言ってましたけど、やはり効きますよね、ああいうところに入ると、うん。まあ原は今日控え室でちょっと取材をした段階では札幌での戦いを境に、いやー僕はちょっとね今悩んでるんですよ、はいはい、なんてこと言ってましたよね。あの札幌との天竜との一騎打ちはいい試合でしたからね、うん、もうその後はそれを超える試合をしなきゃならんという焦りがあるんじゃないかと思います、ね。なるほど、危ない、抑え込みにカウント2、北原危ないぞ。ここでくるっと前方回転でスイッチしていった北原から中野真一、中野が張っている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 ぞ、張ってる張ってる、必要以上に天竜に対して闘志を燃やしている中野真一。後方から頭突きでヘッドバットでフォローに入っているのは足の原、一発右の方に対してビンタを逆に張っていった天竜源一郎。
いやでも菊さん見ててこの中野と原のぶつかり、あるいは天竜のぶつかり、はい、気持ちいいですよね。ですね、もう中野の胸ももう真っ赤でしょ。それでももうガン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 いきますからね。まさにヤングジェネレーション革命戦士、中野真一、北原辰巳、昇竜激闘京都大会30分一本勝負 SWS タッグリーグ戦その最終戦、現段階龍源砲は勝ち点4、すでに八吉明キングハク組は勝ち点5もぎ取っています。この一戦を落とすわけにはいきません。龍源砲、1月5日静岡高野ブラザーズ、1月6日名古屋で石川冬木組、1月8日大阪八白組に負けはしたものの、後2月9日は石崎長崎大谷組、2月10日会津デイビーボーイスミス、そして佐野組白星を重ねて現段階で勝ち点4、龍源砲であります。まあ、さっきの菊さん第5試合でも触れていただいたんですが、龍源砲にしてみますとこのヤングジェネレーション革命戦士中野真一、北原辰巳はそうそう長くはこの試合も引っ張っていらんないなというところもあるんでしょうけれども、まあ、次のこと考えれば早く勝負をつけたいですけど、どっこい北原中野にはそうはいかせないですからね。今日の菊さん、今攻め込まれています北原辰巳、いや中野真一なんですけれども、はい、プレス関係者にですね、はい、今日のこの京都からがスタートだと言ってますね、はいはい、危ないぞ北原、いや中野危ない危ない危ない、中野真一かろうじてカウント2で返していきました。この京都からスタートというのは、はい、いい言葉だと思うんですよね。まあ、あの僕らに言わせれば合図でキングハあ八つ組に勝った、はい、あれからスタートかなという感じもするんですけど、はい、今日のビルメーファー相手のスタートだという非常にいい言葉だし、いい決意だと思いますね。ヒットマンラリアットから抑え込み危ない、カウント2で返していった中野真一、これ以上捕まっていますと革命戦士ヤングジェネレーションコンビは苦しくなってきます。平手で返していった、平手で返していく、しかしここは頭突きで一発、流れをまた変えていく龍源砲、足の腹から天竜源一郎ゆっくりと入っていった、胸元に蹴りを一発見舞ってロープに対してスイングして、さあここでジャンピングして円錐をかましていった、中野から北原、北原が見舞う、北原が蹴りがニュートラルコーナーに振っていく、さあどうする、ドロップキックを放っていった、ニールキックを放っていった、ニールキックを放っていった北原辰巳、ちょっと今右の膝の裏側でしょうか、太ももあたりの筋か、それとも膝なのか、彼自身膝に、まあ、爆弾を抱えています。左の膝の裏、ちょうど左の膝の裏あたりでしょう。危ない危ない、アキラス腱が止めか、アキラス腱が止めか、危ないぞ、危ない危ない危ない、さすが天理ですね、すかさず速攻攻めますからね、危ない危ない、苦しそうな表情北原辰巳、おそらくこれは北原辰巳左の膝の古傷あたりか、そこを果敢にアキレス腱固め、今もガチガチにテーピングで固めて試合している状態ですからね、まあ、いわゆる膝側の膝のさらっとさらっというんですか、はいはいはい、あれがもうぐらぐら浮いているという状態ですよね。まあ、それだけの負傷を負っている北原辰巳なんですが、でもまあ龍源砲に対して足が折れても蹴りまくるぞと言ってましたからね、うん、また必要以上に北原辰巳のご覧のように右足を攻めていく、左足を攻めていく、足の腹片指固め、北原辰巳赤コーナーの中原に対しては、赤コーナーの中野に対してはちょっとまだスイッチする距離ではありません。蹴りを見舞っているのは足の腹、腹から天竜にスイッチ、このスイッチワークは菊さん、はい、龍源砲としてはもう完全にペースですね、ペースですよね、はい、必要以上にこれだけのチョップを受けますと北原も苦しい、自分の左膝を痛め、そして天竜のチョップをまともに受けるとご覧のようにちょっと顔色が紫、ボディースラムをリングのほぼ中央で見舞っておいてスイングして、あーっとこれはナイスフォロー、ナイスフォロー、ぐるっとローリングしてニールキックを見舞った、満を持して北原辰巳ローリングキック、さあここで中野対天竜、中野が正面切って天竜にパンチを浴びせておいてフロントから蹴りを見舞って、さあここで力任せにいかない、
飛びつき十字固め狙ったんですけどね。天竜の胸板の厚さが邪魔をした感じがありました。セカンドロープからもう一回今度は蹴りでフォローに対した、ここからジャーマンスープレックスホールド、ちょっと体勢が乱れたが抑え込め危ない、カウント2でかろうじて返していった。さあそこでもう一回ここでスープレックスを払っていった、カウント2で返していく。ここで岸さん、はい、中野あるいは北原が攻め込んでいけるかというところがポイントですね。もう今のペースでどん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 攻めてこまいかんですよね。中野は得意のランニングネックブリカドロップ狙ったんですけどね、ちょっと汗で滑った感がありました、はい、ドロップキックは足の原、もう一回左の顎あたりでしょうか。いやしかし原がフットワンラリアットじゃなくもう一回ドロップキックを不用意に受けてしまった。3発、いやしかし原が行く、フロントから円錐、原がちょっとふらついている。さあここでどっちがいち早く立っていけるのか。原の方が立った。原が天竜にスイッチ、天竜がここで中野に対してどうする。中野がフロントから円錐を決めていこうというところ、ちょっと薄い。北原がにもう一度スイッチ、中野慎一から北原にスイッチ。北原まだ菊さん完全に蘇生という形ではありませんね、はい、胸元がもう真っ赤ですね、はい、もう紫にかかってきましたね。さっきの天竜チョップで胸元が紫、赤から紫に変わっている。ローキックからミドルキック、ハイキック、いやしかしこれ思ったより菊さんちょっと効いてないんでしょう。ああこれは効いた、これは効いた、これは効いた。自分の軸足左の膝を痛めている関係からちょっと北原の蹴りの破壊力が落ちているのかと思いましたが、どうやら最後の3発目は天竜の左のこめかみあるいは耳あたりにヒットしたんでしょうか。この円錐は空を切った中野慎一、さあ天下の王とパワーボールスイングして抑え込む体勢、カウンターないここからフォローに入った北原辰巳も苦しい。中野慎一が回転してここで北原にスイッチであります。北原と原であります。いやー菊さん必要以上に北原がですねどうも体力を消耗しているような感じですよね、はい、まあ、膝ですね、体力というよりは膝ですかね、はいはい、膝の力がかなり抜けてますよね。思うように動けない状況ですよね、はいはい、傑作に映せられた北原、この表情苦しそう。さあ原が折りたたみにして頭を打ち据えていく、折りたたみにして北原辰巳の頭を打ち据えていった。北原が立ち上がれない、菊さんの指摘ではどうやら膝が思うように動けない、はい、力が抜けてますね。そうですね、はい、もう恐る恐る自分の足元を確認し歩いているという感じであります。北原かなりのダメージを受けている自分の左膝、これ自分のあの蹴りも当然左の膝が軸足になってですね、はい、スイングしてローキックからハイキックまで打っていくわけで、はいはい、破壊力も落ちることもさることながらやっぱり歩くのにこれ結構、十分な体勢を取れませんね。そうですよね、これは自分の思わぬ爆弾がこのリング内で炸裂してしまった。危ない、片エビ固め、これはクリスト、北原クリスト、クリスト、決まった。北原辰巳思わずギブアップ、かなりあの左膝痛んでますよ。結果はここに同点となりました。今場内アナウンスが流れました。昇竜激闘京都大会 SW タッグリーグ戦、その最終戦天竜源一郎、足の原が中野慎一、北原辰巳組を破って勝ち点5、ということは菊池さん、はい、リング上は今北原辰巳が映し出されていますが、彼の左膝も、はい、まあ、心配ではあるんですが、はい、龍源鵬が勝ち点5、はい、同点ですね。ナチュラルパワーズと、はい、決勝戦ですね。この後、はい、10分のインターバルを置いて、はい、決勝ということになりますね、はい、まあ、あの不安が一番望んでた形ではあるかもしれないですけどね、あの佐野組がこうやっぱり試合をやってからこういう形が持ってよかったですけどね、やはり今日の不安は喜ぶんじゃないですか。思わぬ龍源鵬対八幡組が見られるんですからね、まあ、リング内のこの中野そして北原組、はい、革命選手、ヤングジェネレーション革命選手について菊さん一言触れていただけますか。まあ、よくやりました。本当このシリーズを面白くしてくれたのはこのチームですからね。